てこないみたいね。本当にどうなるかと思ったわ。私は富田、富田かなえ。あなたは？よろしくね。高速道路まで倒れちゃって、大きな地震だったみたいね。私、フェリー乗り場に向かうためにこの駅で降りたところで地震に遭ったのよ。君はなぜ誰もいない地下鉄の駅にいたの？駅のそばを通りかかったら、偶然入り口が開いたから入ってみたの。え？そうなの？危ないよ。だけど、もしあなたが来てくれなかったら、私、今も地下鉄の駅の中で動けないままだった。本当にありがとう。ところで、君は今からどこへ行くつもり？家は近くなの？私は自分が別の土地の人間であること、たまたま今日ここにやってきたばかりであることを彼女に伝えた。そうなんだ。この辺りの人じゃないんだ。それでどこへ行こうとしているの？何かが起きそうな方へと進んでいるだけよ。そうなんだ。それなら私と一緒にフェリー乗り場に行きましょうよ。いた。大丈夫よ。さあ行きましょう。この辺りにしまったはずなんだが。